よし。どうや、取れたか。お、なにこれ。あら、可愛らしい。めちゃ可愛いおしのぼりですね。まだ赤ちゃん。地味にここでよしのぼり取ったことなかったんで、ちょっと嬉しいですね。ちょっとよしのぼりについてあんまり詳しくないので、もうよしのぼりの仲間ということで行きましょう。ちょっとずつ藻が成長してるな。お、小さなハヤナ稚魚かな。ほんまに8月はすごいな。さあ、よいしょい。うん、特に生き物はいないね。なし。お、そこの毛に逃げていく魚たちを今 見たぜ。俺は、お、はやっ、めっちゃ早い。お、やった。麦つくこと麦子さんですね。可愛らしい。ちびこやね。ガラスケースを新調したんで、魚たちがだいぶ綺麗に取れるな。可愛い。沼エビたち。あ、全部沼エビっぽいね。スジエビはいなさそう。一体何だったんだ。お、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 なんだ。おお、あ、待って、むちゃくちゃ生き物取れんな。カマツカさんと土壌を取れましたね。激かわやな。かわいすぎ。松川さん、多分ノーマルの土壌かな。空土壌ではなさそう。ただなんか体高は高い気がする。なんか空土壌っぽくもないような土壌やな。体高高いのも、まあ、空土壌の特徴っぽいみたいやけども、どうなんやろ。なんかパッと見普通の土壌に見えるな。ただパンプアップしてるだけなんか、一体どうなんだろう。できるポイントがめっちゃいるやん。ガサガサできるポイントがちょっと減っちゃうんで、チャンスじゃねこれ。激アツチャンス。ほっ、おっ、来たか。ギギちゃん、小さなギギ。本当に生まれたてのギギなんかな。
なんて愛らしいんや。ここなんてブロックなかったっけ。ここやったっけ。ここあるよね、ブロック。あった、ブロック発見。ガサるぜ。お、よしのぼりと大仁山かな。でかっ、むちゃでかいな。あ、こういう感じで泳ぐんや。今回はちょいちょいよしのぼりが取れるな。いつもはあんまり取れないんですけどね。てか全然取れない。コーニアンマーはだいぶ取れる。さあ取るぞ。ほっ、おお、これはまさか、え、島土壌ですね。種類はなんだこれ、何土壌やん。